なぜ遅刻した？強風の影響で電車のダイヤが大幅に乱れまして、近くでなんか祭りがあるみたいで。シンプルに寝坊しました。ちゃんと連絡しろ、いいボス。白いボス、シンプルスタイル。そうですね、その設定が面白かったですね。大概、逆じゃないのかな。その上司の方がいろいろ口数が多くて、なんだかはっきりしたことはあんまり言わなくて、それで下の門の方がまっすぐでみたいな感じなんだけど、それをこう逆転してるところが面白かったですね。本当にそう思います。僕もこんなに言い訳ばっかして謝らないっていうキャラクターは珍しいなと思って、やってましたけども、すごい新鮮で面白かったんですけども、山崎さん演じるその取締役の、キャラクターも、すごく圧迫感というか威圧感があるんですけども、とてもチャーミングだというか、そういうところが本当に面白かったですね。あの絵の中に我々顔だけ出るわけですけども、あの可愛らしい絵とね、我々のその生身の表情が、ミスマッチですよね。ずれてるわけですよね。そのずれてるところが面白いと思いますよね。可愛らしいキャラクターで、面白いなと思います。そういうふうに僕はなんかすごい変わった試みだと思うし、なんかすごく新鮮で、そういう仕事ができたことっていうのはすごく嬉しいですね。我々二人がやったからなんかちょっと独特な雰囲気が出たみたいな風になればいいと思いますね。監督にもよく言われてたんですけど、本当になんていうの、おどおどしちゃって、山崎さんの前で声がちっちゃく なってたんで、それは本当にもうちょっと大きく言い訳し、勢いある言い訳の方がいいからって言われて、ずっとそれを言われ続けてて、それはすごく気をつけてました。はい、イメージだともっとふてぶしい感じだったんですけど、いざここに立ってやってみると声ちっちゃくなるもんですね。山崎さんの前だと我々がどういう雰囲気を作れたか、多分うまくいってると思いますんで、そこを楽しんでいただければいいなと思います。企画書どうなった？全力で取り組んでいますが。シンプルに言え。やってません。いい加減にしろ、いいボス。失礼しました。ちゃんと運転しろ、いいボス。白いボス、シンプルスタイル。